チュース。またいつものようにですね、あいつから呼び出しがありました。今回はね、久しぶりに4人打ちやろうということで名古屋に来いと、まあ、4人打ちはね、ずいぶん前にスケマンっていう、4人打ちをやらされたんですけども、今回はね、どんな4人打ちになるのか楽しみですね。行きましょう。相変わらずですね、この通りで、ね、全然人がいないですけど、ちょっと今日はね、違う道から行こうかな。路面電車が通ってる道から行きたいと思います。何これ、なんか落ちとる豊橋にはね、あんな風に野生の瓶が生息してますんでね、まあ毒が入ってますんで、もし見つけてもね、触らないようにしましょう。はい、豊橋大通り路面電車が走ってるんですけども、ここが一番駅前の広い通りなんですけども、人がいません。建物は無駄に新しいんですけど、人はいません。田舎です。はい、駅前着きました。あれが路面電車です。ちなみに20年ぐらいいるんですけど、一回も乗ったことないです。さあ、名鉄乗っていきましょう。はい、名鉄です。はい、着きました。今からね、キングスっていう雀荘に向かっていくんですけども、嫌な予感しかしないですよね。行きましょう。はい、着きました、マージャンキングス。はい、じゃあ行きますか。頼もう。どう来た？これ。チュース。今日は。今日は。はい。最初に話した通り、はい、4人打ちをしてもらう。あ、4人打ちなんですね、今日は。そうだ。はい。まあ、まずは座れ。はい。人はいるんですか、ね。はい。暇な2人を見つけておいた。暇な2人。そうだ。堀内と分けてくれ。チュース。チュース。堀内さん暇してるんですか。暇だ。新速だからな。大抵のことは。大抵のことは。すぐに終わる。名古屋もすぐ来れるし、動画編集もすぐ終わる。そういう人だ。わけさんも暇してるんですか、そこら辺で。暇そうな顔してないから。あ、もうずっと暇、年中暇です。そら本人がそう言ってんだ、暇だろ。そらやりましょう。やろう。まず、はい、この卓、はい、ハイパイが12枚で上がってくる、はい、え、4枚なのに。まあまあ珍しい、はい、じゃあこれでしょ、俺だ。え、ハイパイはこれちょんちょんってことですね。違う、待て。まず1枚しか取らない。1枚だけ。これは勝敗だ。そしてよく見ろ、輪車はいらない。輪車いらない。ここから取れ。ここから一枚だけ取る。そうだ。これが勝敗という。はい。そうだ。ここだ。崖という。崖になって崖。輪車はない。カウントだけじゃどこから止まるんですか。やればわかる。勝敗なんですね。勝敗だ。今からやってもらうのは勝敗4枚。このご時世にね、あの普通の4枚やらされとは思ってなかったですけど、勝敗なんですね。差しがいいな。差しいんですね。どうしたどうしたんすか。ノーマー勝敗になってるね。全然邪魔だから地位もあり。地位していいんですね。地位してもいい。あ、どれだ。え、これが特化してますね。マージャン特化してますね。
缶ドラマスみたいな、ここでいいですか、はい、ここでいいんすよね。違う、待て、どっかあったんですか。ここだ、ここ開ける、ここからリンシャンハイを引けこれを取るとか違う、ここにリンシャンハイがあるここをまず1枚引け、持ってこい。なんかあの裸の王様っていうのを絵本思い出したここ、心が広い人間だけここにハイがあるのが見えるはずだ。ここのハイを掴み、普通に積もって引いて、そこに入れる。入れる、入れました、入れた、入れました、1枚引け。あ、じゃあここ入ったから、まあこういうことを。わからないけど、多分そうだあ、じゃあ一手進みましたね。そう、崖は、はい、缶をすると、はい、心の灰を補充する缶すると、そう、心の灰が2枚になるってことですか。そうだ、もう一度缶すると3枚になるそう、え、バカ強いってこと。読まっていうのはな、うん、モラルのあるゲームだ心の広い人たちのゲームだ。心の広さを競っている今缶をしたことで、ワケベは心が一つ広くなった。そういうことだ。はあ、缶すると増えるんですね。そうだ、なんか堀内さんが切った瞬間、ワケベさんが声伸ばすなんか何でしょうね。いや、いや、切れた、7500円。そうだ、はい、でもまあ不定産だ、はい、あ、なるほど、通常と同じです、ね、2300万。はい、待て、もう待つんですか。待つ今、はい、一本場に一本場になりましたね、はい、はい、こんなもので、はい、表示してるようではいいのか疑問に思ったことはない。見にくいってこんな、いや、押したらいくらでも変わるようなもので表示して本当にいいのか。麻雀卓にある一番確かなもの、これし、右端の牌を1枚ここに抜け、え、こういうことですか。そうだ、これ、そうだ、これどうするんですか。このまま打つ親は連チャンすればするほど心が広くなる。これちょっと難しそう。そう、広くなった、はい、では続けよう。ここが裏ですね。ここが標示になって、はい、こう、え、そうそう、はい、親が心の範囲2枚、2枚、大変なことになります。止めないと大変なことになります。あ、そうだそうだ、あ、そうそうだ、1球間はただの自敗じゃない、そうですね、1球間ほっ、行くしかなすこと、大丈夫、読まない、意外と通る、意外と通る、だって読まない、ランシャン展開リーチャーで行くしかなすこと、いや、行くしかなすこと、いや、これは灰を減らしたいな。で、いった。いや、行くしかなしこちゃん。取った。
すいませんでした。やめろ。燃費三色。あ、そっか、三色。大事です。漫画の一枚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 です。これは五千だ。あ、一万二千五、一万三千五百。ということは神茶が上がってる。え、馬千五ってことは、トンプー先生もしかして。トンプーだ。半ちゃんやってられ。そう。そっか。千は二号をもらった。はい、二号。で、私が一万二千。一万二千。これ三色なんですね。年品三色ですね。心の範囲にウーマンがあって。ウーマンとチーピーが。はい、ウーマンとチーピーが。ウーマンとチーピーが。さっきの流れでいくと、これ二杯。そうだ。見る前に橋の2杯なんだね。そうだ。なるほど。手配を開けてしまうともう抜けない。元に戻る。元に戻る。心にゆとりを。3枚正面って必ず出てる。そうっすよね。上がっているのが。え、おや。強いな、レンチャンしたら。強い。え、ちなみにシャアは薬、あ、シャアは関係ない、ね、シャアは薬杯とか、シャア薬杯ボンシャーバだ、ボンシャーバ本風だからな、うん、あ、条件ずっとなんですね、いい崖ですね、崖から落ちないようにしてもいいですか、あ、落ちてる、落ちてる、崖から落ちてる、下ろそうと気持ちをやめよう、落ちても大丈夫、落ちても大丈夫、確かに、よし。いらないで。だんだん、本当にだんだん分かってきたね。おや、500ゴール上がるだけでめっちゃでかいっすね。でかい。でかい。これはどうするかな。字幕つけやすいね。リーチ。いや、厳しい。厳しい。行くしかない。行くしかないのか。行くしかないのか。無理。テンサンピン、ウーピン、パーソーとパーマンがくっつきってことでよろしいですか。そうだ。はい。もう一度いきます。ペン3品とウーピーとパーソンのシャボとパーマンのくっつき全敗です、ね、リーチ1発3 12,000 は 15,000。 あ、俺トンチャボ飛びで終了だ。まとめよう、はい、4人打ち勝敗トンプー戦で行う。ああ、ルールは崖、まあ、崖リンシャンハイはない、いらない、リンシャンハイはいらない、崖崖カンをすると、うん、心の灰で補充する。なるほどね。次に岩を、岩を、岩を、まま、はい、灰で表現する。あ、そうですね、これあの、はい、心の灰が増えます。はい、抜いた分だけ心が広くなる。これは親が連チャンするととんでもないことになる。心の広い親を心の狭い子が邪魔するゲームだ。4番って感じだろう。うん、なんかやばいっすよね。こんな親にこんなんされた、日本もついた方が勝ちっすよね。そうでもない。そうだ、やればわかる。はい、これが4番勝敗マイティ。よし、続けろ。そっか、どうになってしまう、負けたら。上下に若干と差がついてる。まさって頑張れば手を切れば1、ポギポンポン。なんで俺ちゃんのチャンネルで超の人が音は使わないですか。カンポン。
とするよ。リチャーハンが勝つ。チュン、リーさん、ドライチ。白くざんにいる。今見ましたか今。なんもないのを積もりましたよ。やらなきゃダメなんですか、お仕事。リーさんを積もってる。こっから持ってきて9番も入ったりしてあ、できない結構入りますから当たり前だと思ってますそれができるのはアンカーでそうだなそうだな、B のみ役なし、なんか天さんは怖かった、受け入れなきゃいけない気がするただセオリーちゃんと確認されてないのかしらフフフフフっていうか本当に合ってるんで合ってるもう一回ダブシャダブシャ羽羽700点差そうだ700点差そうだシャワーこれシャワーマージャンって使うだから僕は怖くない。マージャンだからほい。はタイミーアオドラ2635ウーマンパフォーマンスショーです。あーすると打点的に2曲だってあんまり横でやんないじゃないですか。いやこのゲームは親の連ちゃんが本当にヤバいから、ただラス前だからもしかしたら普通に曲げて普通に着地上げたのかもしれないかもしれないかもしれない誰もわからん。始まったばっかりだから誰もわからん誰もわからん。いやー親もないし、やめて。あ、心のこれは絶対いるんだ。やらなきゃダメだね。刺され、通す。やめろやめろ。どっかされちまって。どうした。ポン。やめろ。あと一回なくてもやめろ。ああ、勝ちっぽだな。ハハ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 ハ速攻だ。もちろん続行。だから連チャンを楽しむためにやってる。ああなるほど。もちろん続行。打線を落としまくればいいかな。
氷でなくした方がいいと思います。まあお店の人が、ああまあまあまあ、ツモピンにします。ただのツモピンにします。いいピンと、いいピンと上層にとってツモピンにします。なるほど。700は1200円。あ、もう親父にしたいから安くしたもちろんです。55に行かないようにします。5万5000に行かないようにします。ツモピン日本版心さあ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 、査定落とさなきゃいけないんだよな。3000入って5万2000だから、すぐ伸びる、すぐ伸び、すぐ伸びとかいけるな、いいのか、いけそう。ピンク伸びとか、ピンク伸び1500は4500、いけねえわ。ほんもう天杯じゃないですか、これこれ、2枚抜いたら、2枚抜いてるじゃないか、うん、心の灰が3枚ある。あ、そうです、そうです、そうです。外す、外すか、外す、外すか、外すってワードが出てきました。だって、天皇、天皇だもんね。リボ出たら困るな、すごい困った。外して外せる、シンプルだもん。ロンシュン1500は感じます。4500、3本場です。3本場です。4杯きたきたきた。これえ、あ、そっか、これ天砲で、天砲で俺の勝ち、天砲で俺の勝ち。できそう、できそう、できそう。オープンリーチ全然そうっすよ。天砲チャンス、天砲チャンス。これはイートイツで天砲です。できてるじゃん、できてた、できてた、できてた。チートイ無限じゃん、無限マッチだった。よく見たら無限じゃん、よく見たら無限マッチ。チートイ無限じゃん、すごい。天砲なんこれ。16オールは175オールのすごいオール、はい、はい、優勝オールです。はぁ、どうだった、これダメ。まあ面白いですね。親場をね、どうやって落とすかっていう感じですね。そうだ、うん、やっぱな、麻雀はな、心の広さがな、何より有利だ。じゃなかった、心広くなかったらな、こんなのやってらんない。そもそもやってらんないんだ。ツイッターで切れてる人いっぱいいますからね。いっぱいいる。あれみんなが心が狭い。なんだ、3万やってるから。4万やってる人間はみんな心が広いから何でもできる、俺は信じてる。この崖岩をルールじゃないルールも、もちろん慣れないうちは打てる、打てる、もちろん。しかも全部フリーで打てる、フリーで打てる、打てる。優しいメンバーの人たちが全部やってくれる。ただ崖岩割った方が面白い、面白い。私は好きだ。はい、わかりました。それでは諸君、また会おう。あなたも